はい、こんにちは、グリードです。ウォーゾーンバトルロイヤルウルジックウルジックスタン、あと1日と8時間9分、まあ、いよいよねシーズン1が始まります。まあ、新マップとか新武器とかたくさん来ますが、まあ、やっぱり目玉はこのウォーゾーンバトルロイヤルですね。ちょっとね、今回のウォーゾーン僕もやりたいなと思ってて、なのでまあ配信とかでメインになるかと思うんですけど、まあ、マルチプレイヤーとウォーゾーンいいバランスでやっていけたらなと思います。まあ、無料なんでね、やっぱり気軽にプレイできる人も多いと思います。さあ、そんなわけで今日はね、まあシーズン1の前なので、マルチプレイヤーの、まあ、チームデスマッチであるチャレンジをやろうかなと思います。昔よくやってたんですけどね、チームデスマッチ70キルチャレンジ、まあすごくシンプルですね。チームデスマッチで70キルするっていうチャレンジなんですけど、コールオブデューティ IW インフィニットウォーフェアの時に1回だけ達成しました。6年ぐらい前になるかもしれません。6、7年前かな。迷彩チャレンジも終わったので、なんかね、こう挑みたいっていうか、チャレンジをしたい気分なので、まあやっぱマルチプレイヤーの動画はそういうチャレンジ系の動画をね、主軸にしていけたらなと思います。それでは動画へレッツゴー。はい、それではやっていきたいと思います。おっと、開幕も、おお、なんか持ってる、手前いるよ。ちょっとマジか、プリーチャードローン持ってる人まだおるんやね。このチャレンジで、まあ一番重要なのは、まあ、味方がキルする前に、こっちがね、大量キルしないといけないので、相当早いキルペースでいかないといけない。なので、ゆっくりしてられないんですよね。イモったりとか、もちろんそんなことはできないし、結構クリアリングも、正直雑めにいかないと間に合わなかったりする。で、味方が結構もうキルした時点で、もう厳しいですね。若干ちょっともう怪しい。大丈夫かな？いやー、もう厳しいかな。結構味方もキルしてるな。無理かもしれないです、これ。もう無理かもしれない。弾がないな。ナイス。とすりたいところではあるけどね。いやー厳しい。いやー23点か、もう早すぎるな。ちょっと今日エイムが全然温まってない。まだ冷たい、手が冷たいぞこれ。どうした、どうした、グリード。筋肉で温まってるはずだろいや全然温まってない、筋肉全然温まってないけど、キルはしてちょっと弾がないな。これはこれ LMG の方か。OK?OK?、Okay? Okay? いやー、どうだ。いやー、40点か。ちょっと早すぎるな、ベースが。試合の。センター多め ?OK? こっちから回って。この強いポジション、入ろうか。前、奥、いやーマジか、核も呼べなかった。56点。あ、もうだいぶ厳しいっすまあいけるとこまで行きましょうか。ピピピピも言わなかったんだけど、今急に爆発。あ、89点、ダメだこれはもう。42。よし、マップからチきました。いや、ターミナルよりワンチャン狙いやすい。あの、広いマップの方が逆にね、こう、試合展開が遅くて、あの、キルが取れやすかったりするので、まず1キルは味方にちょっと上げちゃって、この辺全然いないな。1枚？もう1枚いたね。それやりたい。どこ行ったかな？左？オッケー。ダブルキル？ダブルキル？で、これ上に赤点あったから、上行きましょうか。これいいスライディング出た。今の完璧なスライディングだね、今のは。で、ちょっと上目指そうか。下にワンチャンスタン入れて、当たらなかったけど、これ間違えて落ちちゃいましたね。で、赤点は、こっちの方に多いので、このまま行きましょうか。1キル？で、あと2人いる子。これジャンプ打ち？で、ちょっと待って。そこ、いる、オッケー。あー、マジか、ゴースト取ったか、もう1人。
キルストをね、アトマス UV、とりあえず2回ぐらいは、2周ぐらいは回したいですね。スタン、ヒット、捨ててる、もう一枚もやる。で、上登りたいな。やっぱカラシといえば、上ポジション。どうだ？よいしょ。ちょっといない。この辺もまだいないか？どうだろう。リスキル、いけるか？あ、危ない。よかったね、今の。指出して。僕の左めちゃくちゃ危ないかも。どうだ？結構ゴースト増えたかもしれんな、これ。全然映らない。味方が1キルして、ここ出てこないか。いや、来るか来るか。そうだな。早く来てほしい。早く来てほしい。下にいる。あ、危ない。よかったな。で、まだ奥湧いてる。ちょっと外周から行ってみるか。ちょっと、アプローチ変えてみようか。なんでこっち見てた？オッケー、今の反応いいよ。どうだろうこれ、リス、変わるのかな？いやー、25点か。オッケー。いやー、こっち来んのか。試合展開ちょっと早すぎるかも。どう削って、前押して、1キル飛ばす。どうだ？このまま行って。これスタンしっかり当ててから、ジャンプ打ち。OK。ダブルキル。で、上取って。建物の中に赤点数枚あり。ここの打ち合いは絶対勝てるポジション。絶対大丈夫。OK。OK。まだそこ来るかな。いや、来るな、来るな。ダメだ。遅いからこっちから行こう。ちょっとリス分かってきた。多分こっちで湧くんだ次。これは味方まと。待って、あれジャガロンじゃね？やべ、目の前にジャガロンになっちゃった敵。うわうわうわ、マジかよ、ジャガロン出された。あー、47点かー、厳しいかな。今日スライディングがめちゃくちゃいい。これは刺さりまくってるね。あぶね。オッケーオッケー。僕のペースはすごくいいっすけど、いやー54点か。あ、それ下か。あぶね。ちょっとアドバンス UV 出てるんだけど、あんまり流れが良くないな。誰か UAV 出せるかな。なんかシールド来た。このタイミングでシールド来た。ちょっと位置変えるか。核は出た、核は出た。ただ核は出たけど、今回これじゃダメなんだよな。いやスナイパーか。いや50キル、いや厳しいや、無理だわ。あと20キルしないといけない。もう厳しいですね。まあ最後にちょっと核読んで終わるか。そしたらまあまあパート1でねクリアしても面白くないですから。今後はね、もし達成したとしても、サムネとかタイトルには書かないようにしようかなと思ってて、ね、達成したかどうかは動画で確認みたいな、そっちの方が面白いかなと思うんで。でもカラチワンチャンあるね。カラチはあんまりリスが変に変わらないのと、よいしょ、マップが程よい広さだから、うん、試合展開もそこまで早くならないっていう。
なんだこの盾は。なんだこの、なんだこの盾は。なんだこの盾は。なんだこの盾は。よし。まあ呼ぶかも。じゃあ、お仕置きだ。こんな盾には、MGB お仕置き。これ今作って MGB のキルって入りましたっけ？だからワンチャン、例えば60何キルの時に、あ、MGB キル入るね、ちょっとだけ。58キルか。なるほど。まあだから、60数キルの時に最後を呼べば、もしかしたら70いったりするかもしれないですね。はい、というわけでお疲れ様でした。まあ今日は58キルか。まあまあまあ、モダンオフェア3シーズン中に達成することができるかなぐらいの感覚ですかね。まあこういう感じで、これからはマルチプレイヤーの方はなんかチャレンジをいろいろ考えてプレイしていこうかなと思います。よかったらリクエストとありましたらよろしくお願いします。それでは、バイバイ。